はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はガチャの情報を見ていこうかなと思うんですが、今日から来たこれですね。2200万ダウンロード突破、毎回星5確定、チャンスガチャ、名前長。本日金曜日から急に来たガチャとなってるんですけども、まあ一人7回、10連7回まで引けて、天井引いたら2022年以降に登場した限定1体確定と、まあ7000ルビーで強い限定もらえるというガチャになってるんですけども、まあ、毎回星5なんで、まあステップごとに結構分かれてるんですけども、10連目と40連目で2022年以降に登場したヒーローキャラ1体確定んーで、20連目と50連目で2022年以降に登場したヒーローキャラ2体確定で、30連目と60連目は今年登場したヒーローキャラ1体確定んで、7ステップ目で2022年以降に登場した限定1枚というわけで、まあラインナップこんな感じなんですけども、まあ2022年以降に登場した、限定キャラとなってるんで、まあ去年のキャラふんだんからの、今年のキャラはこれイブヤミまでおるな、一番下。なるほど。ということは5周年近々までいるということかな。マンソルちゃんもおるし、ツケモンもおる。あ、限定サツキさんとかもおるから、せやな。5周年までの限定キャラ、ぐった返しガチャになってるかな。ジョリンとかもおるし。なるほど。まあ、このラインナップは外れないんでね。まあ、かなり激アツなもんがあるんじゃないかなと思いますね。で、2022年以降に登場したヒーローキャラ。まあ、この辺はね、最近腐るほどガチャ引けてるんで、まあ、持ってる人もなかなか多いんじゃないかなと。貫突はまだにせよ、まあ1体ぐらい持ってるよっていう人も多いんじゃないかなと思いますね。で今年のヒーローキャラこんな感じで、これは、2月3月ぐらいまでの、キャラですね。ぶっ壊れリリムを筆頭に、コステロなんかもいるんで、まあなかなか全員これも当たりちゃうかなと思いますね。この右列の一番上、これ誰、これエゴドエ、これ誰や、ちょっとわかんないんですけども、まあおそらく僕の持ってへんキャラは左列の下から2番目の方かな。そして、同じく、上段の、右側の夏希さんとあゆみさん、この2人持ってないかなという感じですかね。はい、なこのガチャ皆さん、はい、ガンスルーでお願いしますわ。70連7000ルビーをこのタイミングで使う。まあね、ルビーに余裕のある人等とはまあ全然いいんじゃないかなと思うんですけども、まあ次、ワンピースなんですよ。ワンピース大特集祭がもう数週間後に来ますし、その次ヒロアカとなってるんで、ワンピースからのヒロアカなんで、まあかなりえぐい、なんていうの、ネームバリューなんで、まあ、おそらくクソぶっ壊れ登場すると思われるんでね、特にワンピースだから、まあそっちにクソぶっぱしてほしいなと思うんで、まあここで7000ルビー使える人は早々にいいのちゃうかな、課金者ぐらいかなと思いますね。ただ皆さん、これどんなガチャか見たいでしょ。申し遅れました、私試験官です。これはぜひにね、皆さんのサンプルとなって70連ちょっと引きたいなと思いました。まあ、僕3万ルビーもちょっとあり余っとるんでね、企画に使えて運営さんに言われてるようなもんなんで、ぜひに引いていこうかなと思うんですけども、はい、損しかないんですけども、このガチャから出るキャラ持ってへんキャラクターほとんどいないんで、まああれなんですけども、あ、ちょっと待ってくれ、あ、確率でワンチャン限定も出るんや、これ。昔の限定。あ、そうなんや。確定枠では2022年以降の限定キャラが確定で出るんですけども、あー、天井行くまでにワンチャン確率ってパターンもあるんですね。なるほど、なるほど。まあ、確率、ミジンコなんで、まあ、期待しない方がいいんですけども、早速、引いていく。10連一発目、2022年以降に登場したヒーローキャラ確定というわけで、これは一発目の1個目のキャラが確定枠ですね。以降なんで、ワンチャン今年のヒーローキャラも含まれている可能性があるというわけで、今年のヒーローキャラ、あゆみさんもしくは夏希さんやったかな、その2人ぜひとも出てほしいなと思うんですけども、お願いしたいというわけで、
ああまあこいつはふんだんに貫突かな。友情に弾食わしたがなかなか懐かしいんですけども、お次、次ランダム枠、ワンチャン限定というのもありえる。ああなるほど、ヒカルくん、お前の出番は来月の下旬ですね。来月の下旬はなんかヒカルの号から新キャラ登場するからね。え、お次20連目、2022年以降に登場したヒーローキャラ2体確定というわけで、まあさすがに以降なんで、この確定枠で抜くんは今年のヒーローキャラちょっと厳しいかなとは思うんですけども、まあ望んでいこうかなと思うんですが、何枚出ますかね。あー確定枠だけですか、いかほどというわけで、あ、イノ、イノはもうふんだんに貫突やったかな、おそらく。あ、ハデス先生、これはいいんじゃないか。まだ僕無突か一突ぐらいやったんで素晴らしいです。え、お次、え、今年登場したヒーローキャラ一体確定、これは望めるよ。夏木さんもしくは誰やったっけな、あゆみさんやったかな。まあ、とにかくあのバレンタインの女の子キャラ特集のところのヒーローキャラが出てくれたら個人的に嬉しいなと思う。あと、え、ジョジョキャラ以外、ジョジョキャラ全員あの貫突なんで弾食わして、だからぜひにそこを避けてほしいなと思うんですけども、いかほどというわけで、あいうーふーファイター、まあ、一番好きなんで、はい、よしとしとこうかなと思うんですけども、ジョジョキャラでね、僕女子キャラマジで興味なかったんですけどもね、 FF マジで可愛いよね、ものすごく。え、ラスト、これはランダムなんで限定キャラを望めるという確率になっている、壁を越えていきたいなと思ってる。最近僕運が爆発しとるんでお願いしたいというわけで、ウリュウさん、新しい方じゃなくてクソ初期の方というわけでね、まあまあそう簡単には出ないでしょ。え、お次40連目、え、2022年以降のヒーローキャラ1体確定というわけで、まあね、去年のヒーローキャラはね、昔の限定並みに強いキャラクタータラフコおるんでね、全然あのこの辺が被る分にはいいんですけども、技レベル上がるやつが被ってほしいな。2枚抜き誰ですか。なーい、イノを2枚抜き貫突しとる言うとるやんけ、さっきからお前お願いしたいというわけで、お次ランダム抜き頼むわ。限定という夢見さしてくれませんかね、磯部、磯部とかいうエロモク、なるへそ。え、お次2022年以降のヒーロー2体、もう言うめんどくさいんで次ヒーローで略すんですけども、ここ2体確定ですね。まあさすがに限定キャラは確率で出ないな。限定キャラ全員合わせても確率 0.1 ある、ちょっとあるかぐらいかな。まああの髪の毛なんで誰が当たるねんなんでね、まあ、これは別に。あー確定分だけですか、ここで今年のヒーローキャラ抜いてくれへんかな、ぜひにお願いしたいんですけども。ハデス先生2枚抜き、謎にイノとハデス先生で2ペアとかいうね謎状況。え、お次今年のヒーローキャラ1体確定、頼むわ、女の子来てくれ、ぜひに。ハーレム状態を作っていきたいなという気がするんですけども、なんだかんだ FF も出たんでね、お願いしたいというわけで、いやー友情コンボ解放したいねんな、あと友情技強いんで持ってへんヒーローキャラ2人ともお願いしたい。何枚ですよ、まず1枚だけ頼むわ女の子。あららお天気お兄さん、お前はもう弾食わして運が上がるだけなんですよ。はい、え、お次2022年以降に登場した限定キャラ1体確定、これで持ってへんキャラを抜いたら僕の勝ちやねん。ここで7000ルビー使った価値はあります。去年の限定も持ってへんキャラクターまだおるし、今年の限定で持ってへんキャラクターは西野司さんですね。西野司さんが出たら大当たり、それ以外でも持ってへんキャラだったら誰でもいいですわ、マジでお願いしたい。西野司さんとかいう確率引きませんかね、一枚抜き誰ですか、頼みますわ。あー最近宝玉食わした。